歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲでございます、今ねまさに散髪今してきたところですね。あの北海道に向けて床屋に行ってきました。もう毛が ほぼなくなってるんですけど刈り上げてきまして、でこの動画なんですけれども、この北海道行って、まあ、あの香織先生のお仕事の帯同で行くんですけれども、で間に私が小樽カントリー9コースをチーピンオヤジさんと、視聴者のチーピンオヤジさんと磯さんとラウンドするんですけど、その小樽カントリー9コースでのラウンドに向けて、ここのところいろいろちょっとやっぱりクラブを試してたんですね。まあ、主に、まあ主にじゃないな、全部試してたんですね。まあ私のクラブセッティング、ロング、ミドル、ショート、パターなんですけど、すべて試してきた。で、ここ最近、ショートは戻したんですね。このハイボールのスキッターシャフト。こちらに戻して、やっぱりこれなら、さほどバンカーに不安がないっていうのと、アプローチで、ランでいく、ちょっと低めに出してランでいくアプローチとか、ランを使えるんです。どうもね、楽を求めて、ハイボールパワーアイアン、私が削ったやつがあるんですけど、頭が軽すぎちゃって、ランで行きたいなって時にそれがうまくいかなかったんですよ。ポカって変な、緩い球になっちゃって、ランが出てくれなかったりとか、バンカーがちょっと難しくなっちゃったりしてたんですよ。まあ、それがこの戻して、それが解消されたんで、やっぱり私の場合はある程度の頭の重さだったりとか、シャフトもやっぱりロジャーに比べるとスキッター柔らかいんですけど、腰があるというか骨があるというか、そんなところがあるんで、こっちで行こうと。でドライバーも、まあ、ここのところ出てきてたのが主に4本なんですけど、まあ、ここのところ使ってたのはこれですね。ナイキの26度、幼児用のドライバーですね。これ使ってたんです。ただこれ、グースなんで、なんでしょう。まあ、でもこれはね、コントロールいろいろできるようになってたんだけど、やはり、コントロールショットっていうところなんですよ。悩みは。どれもティーショットなんかはまあそれなりに打ててたんです。で、一番飛ぶなっていうのはこいつだったんですけど、飛ぶんですけどやっぱコントロールしようと思う時も飛んでしまう。飛ばさないコントロールが難しいっていうのがありまして、で、ここ数ラウンドは飛ばないんだけど、飛ばないっていうところで、こいつを使ってたんですね。 US キッズ、今日のラウンドもこれ使ったんですけど、でこれはね、もう頭もすごく軽いんで、シャフトがそこまで柔らかくは感じないと。でまあ今日これ使ってきたんですけど、でも小樽に向けてどうしようかなと。やっぱり私としてはこう、本当はもう理想は何もしないでただアプローチのようにずっとやりたいんですけれども、やっぱりね、こうちょっと球を操作したいっていう思いがあるので、でここんとこずっと使ってなかったんですけど、やはりこのベストスコア出した時のセントラル2オーバーで回った時のこのクラブをちょっと持ってこうかなと。でこれ長いんですよ。長いの。こんな長いのよ。こうケツ一緒に合わせるとこんだけ長さ違うんです。こんだけ長さが違うので、こう長いやつの方が軽くポンと当てるイメージで、でバーンと行くんですよね。でこっちも同じようにやってるんだけど、振っちゃうんですよ。
振っちゃう。であとこれ長くてちょっと頭重いんだけど、これの方がちょっと最近使ってなかったから不安はあるんですけど、とにかくスライスが打ちやすかったので、飛ばさないっていうことが非常にやりやすかったの。これちょっとね、まあ打つつもりはなかったの、もうクラブの話だけしようと思ったんだけど、ちょっと不安だからちょっと打ってみよう。なのでこんな変築な角度なんですけど、後ろに車も止まってないんだけど、葉っぱの砂ちょっと全然打ってないから不安も多少あるので、でこれの時はもう短く持ってました。さすがに長いので体がちょっと曲がってんな、こっちだね。あ、やっぱ頭重いね、頭が重い。いやーチョロだね、チョロっていうか、まあヒール、あチョロじゃねえな、前に行ってんなこれ。うん、これでねちゃんとスライス入ってる感じあるんですよ。なのででこのただぶつけてるだけでそれなりにいく、それなりにいくというか、まあコントロールができるので、距離のコントロールが、他がスライスがね打てないんですよ。どうもこれはスライス打ててたんで、まあちょっと使ってないから不安はあるんですけど、なのでやはりね、ちょっとそうそういけるコースじゃないので、ベストスコア出した時の一応今のところ私のいろんなクラブの中では一応最強セッティングなのかなっていうところの、まあドライバーこいつ、ここのとこ全然使ってないけど、ヘッドカバーも秘密兵器でいいかな、秘密兵器でいいな、ヘッドカバー最近前フェアウェイウッドで使ってたヘッドカバーを見つけて入手したんですけど、まあこっちじゃなくていいな、小樽だからな。でミドルのクラブも、まあ、この間までこっち使ってて、で最近こっちに戻してやってたんですけど、ここも今日のラウンドで エースは33度なんですよ、33度で、あのレディースオーリーマー32度なんですよ。なのでどうしても120、30打つときに、まあ今日なんとかうまく合わせて乗ってたホールもあるんだけど、なんかドロップ気味でいっちゃう。シャフトがしな、めちゃめちゃしなるから、ちょっと上っ面当たってんのか、ちょっと鋭角に入ってんのかで、ドロップ気味でね、飛んじゃうっていうことがあったので、まあミドルもこれに戻すかと。ほんとね、まあ、ロングにしろミドルにしろ使ってなかったんで、逆に不安は不安なんですけれども、そうは言ってもまあ何ホールかやれば感じは戻るので、120って言うと100、これだったらこれの時100ヤードぐらいでも打ってたからね。ああやっぱこのほんとちょっと一度の差がちょっと違うのと、これもシャフトがスキッターなので、ロジャーからスキッターに来るとそこまで柔らかく感じないので、ちょっとああヒールこれ出しちゃダメなのよ。ヒールあんまりオープンにしないで、うん、これでいいね、うん、これでいこうと
だ完全に本当あの先ほども言ったセントラルを2オーバーで回った時のセッティングにちょっと戻してまたじゃない、これでね、小樽行こうと。もうねちょっとバッグは宅急便入れて、あの宅急便じゃない箱入れてちょっと着替え等々詰め込んで、もうこれからもう送っちゃうんで、クラブ決めなきゃいけないから、その選択のこれ動画なんですよ。だからこれでいいでしょ、もうドライバーもこれも戻す、これでいい。ちょっとロジャーキングで、これもすごく良かったんですけど、気分転換効果がちょっと薄れてきた、来てちょっと自分の感覚とちょっと違う感じが出てきちゃったから、ここも戻して、この広松本のこのこっちのね、こっちの感じに戻して、うん、すごく長尺で気分転換というか、まあ本当気分転換で使ってたんですけど、だいぶイメージが良くなってきたんで、でこれがいいのはシャフトがしなるので、ちょっと今日のラウンドで長尺じゃなくてこっちのシャフトのしなりを感じながら打つこの打ち方に戻すというか、こっちで、あ、小樽は行くかと、うん、こっちのね、まあ、これもまた違うパターン作る予定あるんですけど、そっちは間に合わなかったんで、まあ、これで行こうと。というわけで、ちょっと全部セットカバー外して撮るか。小樽カントリー9コースはですね、完全に私ね、戻すって嫌いなんですよ。前使ってたクラブに戻すっていうのが嫌いなんですけど、これは戻すじゃなくて私が持ってるクラブの中で選ぶという方でね、道具をね、はい。なので今回の小樽はこのセントラルを2オーバーで回った4本のねベストスコアを叩き出したこのクラブで行ってみたいと思います。はい、そういう私のクラブ選びのご紹介動画でございました。またあの小樽の方は動画撮って、もちろん動画撮ってねアップしたいと思ってますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと。あとはね、今週の水曜日のワイルドダックの続きと今日の空港コースの動画を、この週末ね、週末というか、まあ、早めにアップしてきますので、ぜひそちらの方もご視聴いただければと思います。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。ハゲキャップの方はね、だいぶ売れ行き良くて、まだちょっと残ってますので、ご希望の方はお早めに ご購入いただければと思います。全部売り切れた際にはね、また次どうするかというところも考えようと思ってますので、ぜひぜひ皆さん購入していただければ幸いでございます。というわけで今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。ありがとうございました。